こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。一緒に頑張りましょうね。キラーファンタジア始めていきましょう。デラックス召喚。私が頑張らなくちゃ。石がどんどん必要。よくできました。次は頑張ってるわね。こんな私が頑張ってるわね。じゃあちょっと行ってくる。待ってて。体を動かすのも大事だよね。これからお出かけ。私も少し頼み事をしたい。わあ、ありがとうです。とても助かりました。私たちのファン、これあと二十何日ある。今日の衣装はこれか。お裾分け、いいもの。収集クエストです。ってことはこいつらまだまだ先かな。終わったら焼肉、約束だよ。絶対に油断しちゃダメよ。みんな今だよ。元気になーれー。お掃除しましょうね。みんな攻撃使った。まだまだ。リスト化した。初級。はいはい、出かけるわよ。よし、やるぞ。こんなのどうってことないわ。本当？手伝いなら任せてよ。思いっきり行くわよ。早い、動き早い。お守り代わりに。
厳しいわね。今こそこの技で勝負だ。よし行くよ。乾杯。お肉でお腹を満たしちゃおう。うん、行くよ。お裾分け、いいもの。準備体操するから待ってて。楽しくなってくるね。ひよも。テンション上がるね。に浸かる前に綺麗にしなくちゃ。あなた綺麗にしましょうね。洗い残しはないかしら。いい湯加減。うん、染み渡るわね。汚せちゃったかしら。厳しいわね。いや、気をつけないとダメだよ。
しました。先生好みのお店リスト化した。きっと喜びする。それじゃあ行ってきます。くれぐれも無理はしないこと。テンション上がるね。こういうこともできるのよ。そうしましたね。僕が強いかも。厳しいわね。あ、そうそう、死が待っている。タオルが、シノにかっこいいところ見せなきゃ。モーリー、アーゲ、ヨー。まだまだ、こんなのどうってことないわ。さあ、行く。みんなを守って。こんなのどうってことないわ。無理しないでよ。いや、普段は禁物。これは作り物の金髪。このままじゃまた死ぬから。それなら私は戦うよ。そろそろ現実を見て。強いね、なかなか。油断は禁物だ。大事な人を守ってみせるよ。
わかってるわよ。石鹸は。あら、ありがとう。行くよ。どうしましたか。やったー、待ってたよ。完全勝利とはならなかったですね。先生好みのお店。したが、結局死ぬんかい。ごめんね。やっぱり最初から投入しなきゃいけない。お前が相手か。覚悟しろ。夏の日差しにご用心ってな。これも温泉の効能ね。私も。怖いか。モリ、あげ、よ。私だってこんなのどうってことないわ。覚悟しやがれ。レッチアアッ。いくよ。タオルがドーンとしちゃうよ。レッチアアップ。いくよ。そうしましたが、今回はまだ無理だ。ルーちゃんがね、厳しいな。この時期だけのスイーツがたくさんある。はいはい、出かけるわよ。よし、やるぞー。開いた。おっと、こんなのどうってことないわ。こんくらい余裕余裕、油断したね。とにかくクリアしていきましょう。これはきつい。てててて、邪魔するんならまとめていってね。これはきつい。ね、あ、やばいやばいやばい。いい感じ、いい感じ。オッケー。絶対に許せない。もう絶対気を抜かずに。石鹸は引くよ。倒しました。ワンフォー。でも危なかった。まだ強化がいるね。これで
お裾分け。いいもの。緑班。終了です。この時期だけのスイーツがたくさんある。さあ行くか。逃げたい。これを越して走って、こうだ。そっちは任せる。この時期だけのスイーツがたくさんある。どこ。はあ、めんどくさい。よし、受けて立ってやる。これを越して、あして、こうだ。あらよ、いって手加減しねえからな。ほらほら、頑張れ。ほら、手貸すから頑張りな。これで勝てる？勝てちゃう？ほら、手伝ってやるよ。
これをこうして、ああして、こうだ。ファンの皆さんのと慣れれば気持ちよくなりますから。動きが鈍いぜ。痛いです。そっちは任せる。やばすぎますね、ロコ。無茶すんな。よっと。慣れれば気持ちよくなりますから。まだまだ。慣れれば気持ちよくなりますから。準備 OK。しました。まあ、私にかかればこんなもんよ。さあラストです。先生好みのお店リスト化。ヘモンを選べるんだ。よし、行くよ。相手してやる。やったな。やられる前にやっちゃえ。負けられないんだ。ほらほら、頑張れ。こんな効力だっけ。いや、何があるかわからないからな。何があるかわからないからな。そっちは任せる。よし、配信ができた。私の仕事に妥協の二文字はない。これで仕上げだ。こいつはおまけだ。全部勝ちましたね。先生好みのお店リスト化した。少しありがとうございます。すっごく助かりました。いただきました。芸歴10年だぞ。ダンスも芝居も基本はできるからな。この時期だけのスイーツがたくさんある。まあ、まだまだっていうとこですけどね。ということで、おはよう。条件は今のおすすめ。交渉成立。限界突破か。プララメーロ町ゆめくいメリー花山田がゼロになっている。交渉成立。
1016もあるんですね。いずれ使い方考えるとして、強化進化できる人はいないのか。たくさんいますね。まあ、これなんか満たしてますからね。みんな飯つくとか、今日進化の候補に入れていいんじゃないでしょうか。しずこを進化しまして、メモリアルクエストに行けるようになりました。今日は何して遊ぼっか。決めてないのに私を海まで連れてきたの？いいじゃん、学校もバイトもないんだし。夏といえば海、そして海といえば恋人たちの思い出作りでしょ。恋人って違うの？違わないけど。だから今日もいっぱい思い出作りしよう。ほらほら、日焼け止め塗ってあげるから、こっち来て。うん。いつも思うけど、しずくちゃんって肌綺麗だよね。夏になってからも結構外で歩いてるのに。琴音が毎回日焼け止め塗ってくれるからでしょ。毎回塗ってるんだから照れなくてもいいのに。しずくちゃんは可愛いな。もう嬉しいけど、誰かに見られたら恥ずかしいかも。あれ？どうしたの？あれ、クレアちゃんだよね。一人で何してるのかな？遊んでるって感じにも見えないし、ちょっと聞きに行ってみようか。うん、そうだね。フルボイスなんですよね。お、クレアちゃん。クレアだ。何してるの？影が薄いクレアちゃん。琴音さん、しずくさん、ちょっと散歩というか、なんというか、何か言いにくいことかな。悩みとかあったら私たち聞くよ。そうだよ、話してみなよ。ああ、いいえ、そういうのじゃなくて、この本のことでちょっと考え事をしてたんです。これは小説かな。少女たちの潮騒、恋愛小説みたいだけど、表紙からすごい気迫を感じるような。気迫？これハルポッポが読んでるの見たことあるかも。聖典を参考に書かれた純愛小説とかなんとか。そうですね、そうなんです。はるかさんに貸してもらったんです。でも登場人物の気持ちがわからない場面があって、もしかして舞台になってる砂浜に来れば少しはわかるかもと思ったんですけど。来てもわかんなかったんだ。それってどんな場面なの？主人公の視点から簡単に言うと、自分の親友が別の友達と仲良くしているのを見て胸が苦しくなったみたいな感じでしょうか。はるかさんはそこが名場面でとっても共感できるって言ってたんです。でも私はみんな仲良しだったら
胸は苦しくならないんじゃないかと思って。そうだね。もしかして嫉妬とか焼き餅を焼く描写なのかな。クレアちゃん純真そうだし、経験がないならわからないかも。あ、そうだクレアちゃん、その気持ちを確かめるためにこれから一緒に遊ぼっか。じゃあ琴音、突然何を。ほらちょうど3人だし、もしかしたらわかるかもしれないじゃない。一緒に遊んでくれるのは嬉しいんですけど、いいんですか。もちろんだよね、しずくちゃん、いいでしょ。別に構わないけど。それじゃ決まりね、今日はみんなで一緒に遊ぼう。はい、お願いします。さてキーボードを打ちながら聞いておりますが、どう、なんだか琴音の様子がおかしいような。なんかユリっぽい。気のせいかな。気のせいかな。さあどうでしょう。続きがあるんだ。いね、ということで。すみません、お願いがあるんですが、今大丈夫ですか。助かりました。すごいです、尊敬です、天才です、憧れます。じゃあどうするか。私たちのファン、先生好みのお店リスト化した。ということでバレンタインと恋の資格関係収集クエストを終了です。次回は後日談までかな。何かあれば行いたいと思います。次回お楽しみに。よろしければチャンネル登録高評価をお願いいたします。概要欄にブログ、ツイッター、そしてこのキラーファンタジアプレイリスト用意しております。ぜひご覧ください。ツイッターのフォローもお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。